好了，我们日本大名继续昨天，应该是说今天半夜的直播后续哈，我们来看一下这个高中里面是有什么样的解法。たまには一緒に飯行こうぜ。ええじゃねえってこうだ。早く行くよ。今日マッツは朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよここで。は？何逆らってんの？じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜエロ女。それともやっぱ。食欲より性欲か？本能むき出しで生きてんのな。ほーら待てよ。なんでそんな鈍いの？一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか。そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ俺もそう思ってた。だよな。なんだ毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんなちょっとこいつ高田だよ。エロ女に味方すんの。高田さん大丈夫？そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。いや、清純派はご潔癖ですな。なんだの？ねえ！ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はあ？何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、それそれ。ほんと何様だ。もう高田に構うなよお前ら。そうだ、高田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おーおー確かに言ってた。出てけ出てけ。よし行け行け。なんだよお前ら急に。おい松、食って。青いや、出てけ。クソクソだ。すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ。自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。
でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほら、ペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとどっと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン、それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。あいつらもういないから大丈夫だよ。ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、それはもちろんです。失礼します。せっかくうまいことやったんだ、先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。ん？すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど支給ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ、横浜に来ててさ。え、そうだったんですか。杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ、清涼高校ってとこ。あれ、沙織さん聞こえる？清涼高校というのは偉人町に近いあの。ん？そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は清涼校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越芝弘。先日他殺体となって発見されました、偉人町の廃ビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ。ですが、その死体が三越芝であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、三越芝が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると。ええ、
しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で御子柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり清涼高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった御子柴のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは御子柴殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを御子柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの？でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を2つで1つの事件として見直したいんです。わかった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の御子柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。ある日、横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は八神が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として強い復讐心を抱えていた。Zing One 说哦，波浪号，波浪号 ，PS5 画面很不错。哎、欸，姚医生，画面超帅的，顺道爆炸。沙織さん，整个都没有。調査へ入る前にもう少し跑。例の被告人のプロフィールだけど。ええ、痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明弘。新宿区の交番に勤務する巡査長、年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が清涼高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎くんが自殺を。その後も別居？敏郎くんが亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っています。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。でその被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。
裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は三越場博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が三越場からいじめを受けていたと考えています。そのことで清涼高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。当時の法廷でどういうやり取りがあったか私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？清涼の理事長先生。ん？私が何か？本当いいところに居合わせましたね、八神さん。でも一つ気をつけてください。ん？三越場博が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが三越場の死を知っていたりしたら捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ、三越場の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原には一昨日痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。そうなったら以後この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。ああ、すみません、まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。いいって、とにかく今やれることをやってくよ。じゃあよろしくお願いします。よう、何の話だったんだ？ごめん、ちょっと待った。悪い、海藤さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。八神さん、何か、そうですね、何から話せばいいか。こないだ聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は三越場博。なんでそんな写真を。え？でもそうです、彼の話を少し伺いたいんです。三越場君に何かあったんですか？彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。三越場君は失踪届まで出てるんです。いずれお話しできることは全部話します。でも、ね、そうですか、わかりました。三越場君はこちらの卒業生だったんですよね？ええ。期間はどのぐらいですか？3週間ほどの予定でした。特に前日まで変わりなかったのに。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり？ええ、挨拶の時少し話した程度で。三越場君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。ですがその後の裁判でそう判断されました。けどその確信がなくてあなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。ええ、ああそれはそうですが、でも4年前のことは。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが。しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者がおっぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり
その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。ええ、だからただ俺が一番気になったのはなんでそれが今だったのかってことです。あ、何のことです？都很不像。これか。痴漢が被害者の体に触ったことを示すのに、そこから被害者女性の皮膚や衣服。急に何の話ですか。ん？何やって。これ不是。あ、これか。那这个拍到他的人。きっかけはこれです。それ都内で2ヶ月前に撮られたこの映像、一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原明宏、都内で現役の警察官でした。もちろんご存知ですよね。彼は息子がいじめにあって自殺したと、こちらの学校に裁判まで起こしてた。それはまあ、すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。せっかく裁判でお咎めなしとなったのに、また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠し通せただけなんじゃないかって。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。なるほど。で、もしいじめがあったら揉み消そうってか。いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、俺は敵じゃありませんよ。ただ三越馬くんがどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより沢先生の方が。彼女が三越馬くんの教育実習を指導してたので。え、あ、そうだったんですか。ほら見ろ、やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女をまた呼びましょうか。いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出向きます。でしたら昼休みですし、職員室にいると思います。よし、沢先生んとこなら俺も行くか。いや、行くのは俺だけ。あ、つくもたちも先帰ってていいから。何それ、水臭いですぞ矢上氏。あんま説明してる時間がなくてさ、夜まとめて話すから。じゃ、何かご用ですか。沢先生いらっしゃいません。すぐに戻ってくると思います。あ、別に大したもんじゃ。沢先生の席ってどこですか。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。わかりました、どうも。
え、これは、ん？あ？なんでこんなところに。まだいらしたんですか。ええ、ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。何です。三越芝広について。え、2ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと理事長からそう聞きました。なんであなたの口から三越場君の名前が。彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか。トラブルを抱えていた様子とか。さあ、あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。あの、もう少しよく思い出してくれません。は？いえ、じゃあその三越場君の4年前の件についてはどうです。沢先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。え、ここの生徒さんが自殺した時ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として三越場君の名前が上がってたはずです。ええ、でもそれこそただの噂です。彼のいじめはなかったってことですか。私は英語を教えてただけですが、三越場君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし。だから。いじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が。私に聞かれても困ります。4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。江原さんとの裁判ですよね。亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官、この間痴漢で捕まってしまいました。ほら、テレビで見ませんでした。ええ、知ってます。でもそれが何です。さっきから何が言いたいんですか。多分江原さんは今も三越場君のせいで息子が自殺したと考えてます。あのね、八神さん。はい。何をしてるんです。あなたはもう理事長の依頼は済んだはずですよね。それになんでそんなに堂々としてられるんです。昨日は警備に通報までされてすぐお帰りになると思ってましたよ。三越場君の話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃあ、あと一つだけ。彼、生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことです。
それはバスケ部の子たちとか、三越場くんも以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。バスケ部って、じゃあさっきのあの連中とも？ええ、三越場くんとよく話してました。わかりました。ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。ちょっと、海藤さん、聞こえるか？まだ学校にいる？なんだよ、タボ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか？そんな釣れないな。沢先生と二人で楽しくお話ししてたんだろ？楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたから、ちょっと手伝ってほしいんだよね。ああ、なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。わかった。ドローンの定番だな。よろしく。俺は体育館あたりから探してみる。シュート、惜しかったね。え？2年2組の高田さんでしょ、バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越場って先生のことで。は？いって、よう聞こえるか、タボ。さっき例のガキどもが体育館に入ってったぜ。海藤さん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？おい、なんなんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといて随分偉そうだな。文句あんのか、この不審者。こうだ、あんたそいつと何話してたわけ？別に何も。俺はさ、三越場って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺してやる。こいつでめった打ちだ。昨日も世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。ああいいよ、それでも足りないぐらいだ。ざけやがって、ぶっ殺してやる。おい、
Zenki One 说可以够学生哦。对，这游戏比较令人觉得尴尬的是可以中学生，像是不良学生。我是觉得杰尼斯事务所会不会是觉得这个题材让他们很伤脑筋？就是木村是那个杰尼斯的偶像，但是要去打学生，然后搞到他妈的他们不爽，然后就直接就下一代就没了。听说好像不会有下一代的，所以他才说是那个 Last Judgment 最后之眼，是的。Zenki One 说换掉木村模组，要换掉木村模组，卖点就变低了。何やってるの？あなたたち。先谢来了。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。聞いてるんですか？ちょっと行き違いがありまして。な。別に何でもねっす。めっちゃ超帅的，而且超顺。まったく。何考えてるんです？对啊。学校の中で生徒と喧嘩なんて。这是乱起来的，乱来。不害者は出てる。而且已经在学校晃很久了。一応。对，也打不少人呢。理事长に呼ばれてきてるんです。而且那个学生被打了三次了。そうでしょうね。でも理事長だって。もし生徒や保護者たちにあなたたちのことを質問されたら、なんて説明できます？前景ワン。まさか隠しカメラでこんな監視してもらってない。整个矛盾都在这个学校里头。这学校真的是名门学校吗？被打了都没事。いいですか？而且一直被大人打，还不认识的人。理事長のことだって全部ぶちまけますよ。整个 bug 重重的。私がかばう義理なんてないんですから。电动是无所不行。大体学校の中をそんな格好で。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。カイトさんまだいるよね。说顺便这个老师也打一打。助けがいるんだけど顺便那个老师打飞机啊打还是打抛珠理事长打一打好了。先生の言う通りですよ。これ私の方は大胸で。あ、じゃあ理事長こんなのどうでしょう。ここの先生。これを教師とかで。他变 GTO GTO GTA で。それなら GTO です。校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教団に立てませんが。いや、他可以教社会。いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません。え、弁護士。そこをなんとか。前景ワン。说带他去酒店上班。在酒店上班。病人中之龙。外部指導員という形。ああ、なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校カンフー部とかないですかね。そういうのはちょっと。いや。そう。よ、斉藤だ。ガン首揃えててもしょうがねえ。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい。感觉这个游戏里面应该会有点像 GTA 麻辣GTO 麻辣教师麻辣先师的。噔噔噔噔噔，破译准，破译准，其实。哦，你这个，不是鬼族。知道下一代就直接用反挺龙矢了，对，应该是这样。反挺龙矢也蛮适合的。Zenki One 说：“等出合集再来买。”哦，你要那个《审判之眼》合集是？他现在 PS 5的很便宜，好像五六百块就有了，那连库尼都去买了。对。PS5 版的一代也应该quality也是跟这个一样。嗯？哎，
你不是那个吗？ストーカー。やはり。間違いない。这个妹子。何か。驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。犯行？あ。叮，这个妹子其实蛮可爱的。我是谁 ？Zinging one， 说是满地价 ，comma， 挺吸引人的。没错。あれは本当だったんですね。盗撮魔、何のことかな。階段に盗撮カメラを設置して、女生徒のスカートの中を覗こうとしたでしょ。いや、マジで何言ってるのかわからないんだけど、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから。やばい、逃げられると思わないことです。はあ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって、そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。でしょ、同じ。実は先日盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。え？油性ですから1日くらいでは落ちません。要するにあなたは愚かにも現場に戻ってきてしまった。太厉害了。星稜高校ミステリー研究会に預かれたことが運の尽きだというのです。不是好不好。ミステリー研究会。さ、盗撮魔さん、所以他去增加，ちょっと待ってくれ。增加社团，应该是个制服。逃走，逃走是最好的。逃げても無駄ですよ。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。制服は。そして制服。私はこの写真からカメラの購入先ショップを特定しました。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。逆转裁判ね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならば、这家伙直接入顧客情報を開示するでしょうからね。私人侦探部吧。わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく、私。前景ワン、说女学生看到木村不都会昏倒吗？这不是有这么夸张吗？啊！それが俺のスニーカーについてたとしても、証拠として弱いんじゃない？どうしよう。校内はいろんな人がうろついてるわけだし。うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。いい加減教室。ちょっと話し合う。詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ何か妥協案。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。邪魔だよ。交涉的筹码，我要去哪里找啊？就是参加部门嘛，当他们的 manager。糟糕，要去哪里？要不逃走？待ちなさい、逃げても。我要观察，还忘记了。ちょっと。妹子的胸部。那君、俺が。女子高生のスカートの中を盗撮して喜ぶような変態に見えるか。うん、確かに見えませんね。
Zinke 1说只好说出他内裤的颜色了。俺が盗撮魔だなんて。这出现内裤的颜色，看，那这样子完全百分之百的变态啊，就会被抓了。还一个白痴啊！但是真的是不错的一个提案，我也想看一下。意外な人物であることが多い。これは現実においてもしかり。ですので、犯人に見えないという事実は何も意味しません。は？ミステリ慣れした私の目を欺けると思ったら。大間違いですよ。贴在留言板上。哦，那这个没有翻译，但是我看应该会是那个侦探调查社吧，是不是 ？Mr. Cube 桌球、足球。Brass band， 忘了，这个是羽毛球。なんだ？哦，这个，没错，悬疑小说研究社，刚好就可以加入这个社团，嘿嘿，我就知道。君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんって言うんだ。それが何か？そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく、私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば手柄を一つ立てられます。そうなれば盗撮魔存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いやー、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ。そこで俺から一つ提案なんだけど。そう、お前、俺が顧問をやろうか。はあ、あなたが。はあ、実は俺探偵でさ。全景ワン说真靠北，那么木村站的位置竟然能看到布告栏的左下。So, 矢神探偵事務所の矢上孝之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。左下方内容。没有，因为他走过去的。因为我走过去偷看。調査のために。そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために、誰が依頼を。まさか学校関係者が。ああ、推理中のところ悪いんだけどいいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど、沢先生に睨まれちゃってさ。沢先生に。ああ、部外だけど顧問になればもう部外者じゃない。この提案双方にメリットがあると思うんだけど、探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多いですが、まだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。困住很久了。テスト。ついてきてください。すぐそこですから。我最不会推理了，这游戏要把我搞死嘛。要看群体风光。
我来开门。是你跟我来吧。啊，干他了，对不起。他报警就糟了。对不起，对不起，对不起。Zinke One 说：“少女诱拐大叔。”ミステリー研究会の部室です。好可怜哦，这不是仓库吗？部活数に対して物質の数が足りず、倉庫を曲がりしているんです。さあ、どうぞ中へ。他の部員もいますので、元空手部黒帯男子の。そう、警戒すんなって。我干，仓库这么大。姉ちゃん、その人は？ヤガミさん。说带来仓库真的可以吗 ？Question mark 没玩错游戏吗 ？Question mark 我也不知道。仓库还挺大的，天哪，根本就是太神了。俺は天沢健斗、この人の弟です。ミスケンの用心棒やってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。ヤガミさん、おかけください。どうぞ。おお、还有饼干嘞。気が利くね。気が利くね。真贴心ね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり巷のミステリーを追うこと。ああ、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら？危険だし。でしたら八神さんのことも警察にお任せしますか？あ、いや、それは勘弁と。こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。那さっき言ってたテストって。PS 好手把好容易脏。あなたが探偵であり、真讨厌。カメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。那个白色我到我透明都有那个。その主張を安易に信じ、天沢さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。手把力超脏。まあそうだよな。ですので八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。事件？そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか？パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ？はい。私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が、まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。
いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？前景1情報源は SNS ですので漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。哦，这个是哪个推荐的游戏？どんな風に？何度もデートを重ね、異人町探偵物語、コロワイを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そうに匂わせ最後に大金をおねだりし、ドローン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのたちの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ確かに、そりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お俺もそう思うよ。君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。前景1で具体的に何をすればいい？真的有何でも手伝う。为了要成为社团的顾问非常辛苦。探偵として様々な、ある時は老婆に、またある時はホームレスに。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つ。そこで矢上さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み。はあ、俺がダンス部のアドバイザー？なんで？実を言うと、私もこれまで彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話したならば第三者がアドバイザーとして潜入し、いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、超会跳舞。アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生がそこに矢上さんが現れ、大人としていい助言ができれば、うん、そういうもんか。あなたが本当に腕のいい探偵ならば。なるほど、簡単なテストじゃないって。だがまあ一般的なアドバイスとかでき。さてそろそろ練習の始まる時間でしょうし、練習場は体育館の地下にあります。矢上さん、もし顧問になったらよろしくね。嗯，哦，马上要来跳杰尼斯舞了，玩错游戏了。嗯，木村很忙的呢，要结案子，还要跟人家打架，还要学跳舞呢。没有酒店之龙。Zinke One， 说找 SMAP 来帮忙。找 SMAP 来帮忙。也是一个方法。We underscore KT 说 Cheer 100 感谢 KT 的小经典。游戏你比较认，我没有这个比较认真剧情，因为太白痴了这个游戏。而且木村超帅，这个没办法。再就是 PS5 的画面真的好漂亮，干！这 PS5 这次人中之龙，有没有又来人中之龙了？干！这个审判之士，哎，干，帅气。结果在路边遇到，哎，这不是南开君吗？中居正广，这哎，信国赏你来了啊？不是，干，要跳舞了，要跳舞，当师傅。哦。いました。なんか違うんだよな。西園さやかさん。西園さやか。ちょっといいですか？あなたはミステリー研究会部長。え、ミスケ？
ミスケンが何の用ですか？うちで事件の部長就是跟人家啪啪咔吃。今日はダンス部に。素敵なこと？ダンス部。顧問の先生が体調を崩して。そうなんです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい。コンテストが近いのに。そうですか。でした。あの天沢先輩。こちらです。この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人？こんにちは、スマップの木村です。八神さんはダンスのことも多少わかるようです。あ、木村君。は？木村君。なんでそうなる？嘘よ。本当ですか？助かります。さっき見たところ。声だ、リコイトだ。なんか雰囲気ある人だな。もしかしてプロの人ですか？プロだよ。プロ？やっぱそうですよね。捨てる神あれば。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、努力よ。いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時として We underscore KT 说介绍一位 Gatsby 先生给你 Thinking one 说反馈想起来那唱歌跳的那段唱歌跳舞的我已经离开 SMAP 很久了，很久没跳了。コンテストまでも。あの八神さん。いや。観察力。え？ここはズバッと。お、跳得好努力哦。你看这个真的很细致哦，他连女生的那个内衣肩带都有做进去，每个女生都有穿胸罩。说不要一直演电影啊。没错。队伍不够整齐，爆点不够，女性魅力不足。我觉得好像是爆点不够了。インパクトが足りないんじゃない？インパクト。ああ、ユニゾンもうまくただなって記憶に残るような。なるほど。ただちょっと八神さん。え？感到恐怖。We underscore KT 说你竟然看得到肩带。嗯，我多厉害呀、啊，头肩带是不是？Thinking one。说他只专心看肩带，对，你看像那个部长就没有穿，真的是，但是他应该有贴胸贴吧，我猜。功夫动作如何？功夫の動きを取り入れてみた。あ、功夫。確かに実際に格闘技の動きをでも。それなら俺。え、まあほとんど自己流だ。なら教えてもらってもいいですか？まあ、我会仔细的看你的肩带的啊，不是。踊ってみてください。え？踊る？もちろんです。それをどうダンスの振り付けにするのかが。いや、カンフーはできるけど。そう、八神さん。できないなら。机子，还打电话的，只能跳了。とりあえずやってみるよ。哎呀，对不起。ダンスなんて初めてだから。这个社长还是有穿胸罩。有肩带看到了，肩带。大家都看到了。We underscore KT 说少林功夫少林功夫好耶。それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間八神さん流にアレンジして踊ってみてください。あ、それじゃあまず最初のステップですか。开玩笑，可是前 SMAP 的第一人呢。Thinking one 说胸罩真好。胸罩真好。できそうですか？あ、まあなんとか。それじゃあ音楽流しますよ。お、马上变 DDR 了。Dance, dance, revolution！ 还有流派耶，好，よし、よし、やるか、やるよ。滴滴呀，滴滴呀 ，OK， 没问题。哇，好帅哦，根本就会嘛，太厉害了。哦，帅气。We underscore KT 哦，说游戏中的游戏也做得太认真了吧？木村拓哉的，是哟。不知道这个 motion capture 是木村自己的，还是请人家跳？应该是请人家跳。
対価だよ。うまい。すごい。すごい。丑女都是丑女，只有部长能看而已。やってみたらできてしまった。どんな運動神経してるんですか。八神さん、やっぱり元プロダンサーだった。いやいやいや、プロダンサーことはない。素人。素人の動きには。可是前是 MAP 的第一人呢。ってことは、テンプの。まあ、キムタクだよ。ダンスの神様が前に来たの。キムタク。全景ワン。说破案。カマ、就是部长了。破案就是部长了。要我当部长第一件事情就是大家不可以穿吊肩带的胸罩。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかった。あの、もしよ顧問の先生、それに八神さんならなんだか信頼。まあ、たまになら素人なんでいいアドバイス。よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。よっしゃ。どう、ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど。そうですね、正直驚きました。私が何度アプローチを試みても。ああ、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おお、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、え、マジで生徒を監視するかのように設置されたカメ、世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、それらのピースを並べていくと、说感觉两位都在找班爹。八神さんの目的が推察。まあ、お仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが。两个都找到干爹了。とにかく八神さんのことは。私から理事長に話しておきましょう。いやいやいや、不用だ。顧問をお願いしたいと。おー、オッケー。それは助かるよ。だけど。ええ。外部指導員と、ただその場合、監督役を名前を貸してもらうだけで、顧問としての指導は八神さんに外部の方に部活を任す。監督役。そこは大丈夫。実は以前に理事長が半ば勢いで押し切るか。そうだった。さっきはどこも手が足りてるとか言ってた。まあ、本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役のミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者。それでは八神さん。ああ、こちらこそな。よっしゃ。あとで马上就可以混到学校。来ていただけますか。这个当 GTO 的。私たちが追って。なんだ、パパ活の他にも。実は。パパ活女子の件も、その話は時間がかかりそうですので。なんだかよくわからないが、じっしゃ。みんなお疲れ、頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になったバスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です。三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らない。じゃあさ、どんな先生だった。嫌なやつだなんて全然。っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越芝さんの代結構強かったんですよ。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった。そうっすね。あれ、そういや今日2年2組まだ来てないですね。まつ、その子たちが。三越芝先生、2年の高田って子がお気に入りだったんです。ん、高田さんなら少し知ってるよ。三越すごく指導が熱かったんです。高田は高校入ってからバスケ始めた。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないと。それで三越芝先生がよく高田の面倒を見てくれて。へえ、本当にいい先生。まあそうっすかね。ただ
甲田自身はどう思ってたか分かんないっす。三越葉先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、みんなの前で甲田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越葉は甲田さんを笑い者にしてた。まあ悪く言えば、でもそれも愛情表現みたいな。三越葉先生だったもんな、甲田のことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越葉先生が急に学校甲田となんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか、それがバレて。噂だけどなくもないって感じ。嘘、三越葉先生どこ熱血させてんの。やだ。なるほど、ウケる。それで甲田さんのことをエロ女。あのもういいで。甲田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ。いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなの。まだ話聞かせてくれてありがとな。よく分かったよ。干嘛跑到学校都没有认真的在这边上课，这就到处在找一些线索。你太随便了。哎，幺幺三。Zinking One 说，他们都很相信外人啊。很相信外人，干。外人，外人就是外国人，是不一样的，外部人员。改进。哟西，因为他们是不神不神者，不信邪，寻找孤大。向前，跑到那里去了，捡个东西。干，在学校捡到保险套是怎样？太不合逻辑，不用这样吧？随便在地上就可以捡到保险套，超帅！这个学校有前途。又捡到了，干了两个，干这小子。Zinking One说：“这游戏有问题啊！”对，太酷了。哎，为什么照着他的线找不到？在二。The underscore KT 说：“好像也不是没有道理。”喂，我这里爬上二楼，游戏好，又是保险套，猜一个应该是。哦，破烂钢索，这就不是。这是寻找保险套之旅。结果，我要寻找更收集更多的保险套。哎，上去。木村鞋冲下。包起来。哦，又有了。石头，这个还算合理。想说会不会有更多的保险套可以捡？没有的。干，这根本就是淫乱学员嘛！どこ見てんだ？こっちだろ？ねえ、バカじゃないの？どういうつもり？急にバスケ部辞めるなんて、あんたそんなこと言える身分？いきなり辞めたらお前の雑用誰がやんの？無責任って言葉知ってるか？あ？もしかして。昼のことで調子に乗ってる。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私。でもだから何なんだよ。可愛いよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。許さないってどう許さないんだ。てめえ。やってたろ。まだ言ったのかよ。不審者。皆さんご覧ください。不審者です。不審者じゃないよ。学校の教室に不審者が現れました。我不是啊。清涼高校ミステリー研究会外部指導員。いい。はははは。理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。矢上探偵事務所の矢上だ。え？
まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。よろしく。俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってな、マッツン。マッツン。嫌なやつらだね、あいつら。大丈夫？はい。高田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。三越葉ヒロについて。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時、何か彼に変わったこととかなかったかな？トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。わかりません。それをどうして私に、なんで私に聞くんですか？さっきバスケ部で君が三越葉とよく話してたって聞いたんだ。私が三越葉先生と？あ、そう？そうですか？いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ。私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし、でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。かもね。やっぱり。そっか、ありがとうございました。私今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに逃げてやめるとかかっこ悪いですよね。高田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて、俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんか
ずるくありません？まあそう固いこと言うなんて。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、矢上さん。人狼引擎再次升级 PS5。もし何か相談があればいつでも言ってよ。感觉看起来例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい。妹子也变得超可爱。頑張ってな。这是重点。Zinke One， 说偷窝。ねえ、探偵さん。八神さんだっけ？偷窝。ああ。そっちは部活に行くんじゃなかったのか？あのね、マッツンと榊って、さっき私と一緒にいた男子たちが、三越葉先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。这女人看起来就很鄙屈啊！なんか調べてるんでしょ？絶対罠なだよ。三越葉先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。陷阱が？急に塩らしいんだな。罠だ。やっぱりほらまずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、絶対罠だ。八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。罠だ。マッツンたち、罠だ。今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえません？ね？お願いします。この通り。なるほど。そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？前景1上のフロアは3年生の教室だっけ？風城卫先輩たちも味方につけた。中華的証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。わかった。いいよ。話は聞く。本当？好，准备战斗了。看太多剧情了，看够了，准备打人。一呼。又是保险套啊？不是，充满杂质的钱。这个比较正常一点，一点都不正常了。在教室里面可以捡到的东西都不合。非常夸张，哎，干，我错了。电路板为什么会丢走廊？ちょっとわかんない。来，优秀。刚说到哪里？去顶楼是不是？哦，不是，三楼。说电路板都捡得到，没错，搞不好路上捡到 PS5。We underscore KT 说手榔捡到 PS5 还算合理。对，但是你会在教室里面捡石头吗？干，是什么石？妈的，什么矿石吗？还是祖母绿？こっちですよ、八神さん。果然是一群人。わざわざお呼び立てしてすんません。三越葉先生と仲良くしてたんだって？え？ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。あやか underscore twitch 说最近有一片 epic racer run 三十五不错。哦，初级那个雷莎初级是，有有有 ，Octo Laser。ここにいるみんな、三越葉先生。我已经下载了，但是我是下载手机版的。先輩方がよく知ってるのは、在找时间介绍，还没有完。ハンピンリューマンの方です。ハンピンリューマン、ここらのギャングだよな。ああ。ハンピンリューマン。俺あん中にダチがいてさ、
女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係なの。別の学校で何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子の代わりによく知ってもらってるわけか。SFC 強い友達に。バカの使いようだ。我们叫雷莎冲击。哎，小兵应该也知道吧？超人的游戏。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気つけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らを少しでも手出したら。ハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんですけど、状況分かってもらえましたかね、ヤガミさん。とりあえず、俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ、参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがや。这个不都很熟吗？ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は一緒に上乗せない。ああ、分かってるじゃねえか松井。よーよっしゃやるぞ俺。あやあがんじゅすごー Twitch 身体机啊。然后好像是帮拿米阿帕雷恶魔城卖的不好。有恶魔城的那个我也买的，改PS4版本。先来人中之龙啊，不是人中之龙，木村之龙。OK。哦吼！哇！嘿！我靠！哦 ！Execution！Whisper 80. Chenji! Go Chad Cam. Yusha! Dagger, 時間食っちゃったよ。目が。超帅。てめえ。見えねえだろ。よ QTE だけんな。なんか太厉害だわ。え、あいつ飛び降りたんすか。いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。等这家伙最想要打的人呢他。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。オッケー、わかった。先輩、お前らは俺と来い。チス、お供します。先輩やっぱ超強い。かっこいい。まあなあ、かわいい後輩たちのためだ。アホや。又要刺客教条了。这一代怎么一天到晚都在爬楼、爬建筑物、啊？保险套啊，不是。
是什么 A 书吗？死亡边缘负伤之虎，新招了。EJNFS Avatar 33说 Wanna become famous？行ましょう。先輩、教室ですタバコの味は。我又回来了。わざわざそっちからやられに来たか。おい、アカネ、他の先輩呼んでこいよ。うん、わかった。気をつけた方がいいよタバコ。先生に見つかったら大変だろう。けどまあ。お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。なんだと？てめえ、こっちに来てやがったのか。どうだ、余裕ぶっこきやがっ、調子乗ってんじゃねえよ。这个人的模组看起来真的很鸡巴。哎呀，你老实的欠揍！情报处是好像爬来爬去，还操纵什么无人机偷偷的。耶！可是木村斗桃哉呢？痛下你先拜。哦，超屁了超屁了。哦，干，木村被插一刀了，扣好多血啊。无卖无卖无卖，先摔一摔再说了。摔一摔，我就想啊，无力，无力，呜！那，何なんだよこいつ。こんなのって、強すぎだろ。いや、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか。いえ、さよも、忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛いさ、肩が。ちょ、八神さん、みこしばのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。あ、おや。三越葉先生はその放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから、1年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めて、
チームがまとまった。ご立派だよ。巫女柴には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ高田に殺されてたりして地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか。巫女柴先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには巫女柴は優等生だったし実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか。そんなとこ。あれ、そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん、なんかおかしいか。いや、沢って実習中なんかずっと巫女柴先生にそっけなくて、だから俺そのこと巫女柴先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん、巫女柴先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。沢先生が巫女柴をいじめの加害者だと。俺巫女柴先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、巫女柴君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし。あの先生が巫女柴を本当はどう思ってんのかもう一度聞かなきゃだな。捡不到保险套了，已经没有保险套了。どうして？哦，走。谢谢。脏掉的铁，很电。沢先生もうお帰りですか。いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室。ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。これでしょう。
失礼。警察官、何やってんの。矢上さん。どうした。彼らは神奈川県警です。三越馬君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ、しかし何が起きてるんですか。あなたも三越馬君のことを聞きたがっていた。刑事だよ。誰や。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越馬君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。誰だ。一脸看起来就是不爽的脸。なんでや。2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生、三越馬博。無残な他殺体となって発見された彼のその人物像が、矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越馬は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。ギョロズヤ。矢神さん、ここで何してるんです。まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。今警察が来て。そうみたいですね。あなたは三越馬くんのことを知ってたんですね。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ。ええ。なんで早く言ってくれなかったんですか。警察もまだ伏せてる情報なんです。それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました。そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確か。そもそもあなたは部外者なんです。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加え。大丈夫です。その件はもう話がついてます。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。いつの間にそんな。話は戻りますけど。いえ、警察が教えてくれたの。何日か前、偉人町で見つかった死体が。お気の毒です。あとは三越馬くんが教育実習中にどんな。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか。三越馬くんを殺した犯人ですけど、もしか。え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考え、当時三越馬くんはその加害生徒と。江原さん、まさか。やっぱり警察。どういうことです。江原さんは三越馬。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからず。県警が身元を特定するよりも前。じゃ あ直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。矢上さんはなんでそんなこと知ってるんですか。沢先生。え？4年前に先生は三越馬にいじめをしてたんじゃないかって。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越馬くんはいじめを。まるで正反対のことを言ってました。はあ、
以前と三越場への印象が変わったんですか？嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった甲田さんへのいじめにも関係してたり、なんというか人を見下し、そんな。三越場は4年前、そして先生は何かその辺の事情を知って。嘘はなしでお願いします。田代君です。え、伊原の息子だなんて、そんな呼び方。そうですね、すみません、まだ仕事が残ってるので。先生、今夜9時伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ。Zinking One 说，果然要去酒店了。干，这个游戏不去酒店要做什么呢？是不是一直在学校晃，找保险套有什么意思？是不是小螺丝？看来只有篮球场才捡得到保险套啊。Zinking One 说，我就在等这一刻。在等这一刻，赶快去吃饭了，六点了，干。我差不多准备要去吃饭了。We underscore KT 说，合情合理，合情合理。来照，来照。Zinky One 说，饭还没有来啦。饭没有来，你是叫 Uber Eat 哦 ？Uber Eat，Uber Eat。好嘞。今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って。前回1说刚刚我小儿子看到打学生纳木他们还特别问我他们游戏可以打学生了。要するに飛んでる場合じゃないんだと。どうする？游戏可以啊，但是事实上我不可以了，好不好？いや、现实生活跟游戏要分开。先生と待ち合わせてんだ。是。他，他不哟。それはいくらなんでも。游戏里面都可以去酒店了，是不是？あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう。じゃあ俺も混ぜろよ。酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。そんなこと言って、どこか引き込むんじゃねえだろうな。Zinking One 说，我赶快跟他说那些都是坏人。是流氓，那些都是坏的。你有看过？你有看过学生拿刀自杀的吗？有的，现在日剧都会这样演。对，台湾是比较没有这种演法的。对，国外那种学生的那一种连续剧，那种暴力集团的，对，拿枪的都有可能的，阿不奈有。Ayaga underscore Twitch 说叫坏小孩台，教坏小孩台，这一台从来没有在教好小孩的。嘿，We underscore KT 说主角在马路上乱跑乱撞也是坏人。还可以到处滑滑滑板，高级的烟蒂，烟蒂还有分高级。说还闯红灯，没错。但是他很教唆，遵守交通人行道不能滑滑板的，只有在马路才可以滑，这更危险。基本上应该都不能滑。为了生一个交通工具，在这游戏里面搞了一个叫做滑板的东西。这游戏如果闯红灯是会被撞飞的，那真的是把人中之龙期待的场景拿来重复利用。滑板到底是从哪里拿出来的？我也不知道，我不想打牌。看喽，会撞飞！你看，没有被撞飞了。
有了有了有了，你看，撞飞之龙，所以不可以闯红灯，或者是找汽车开汽车的人麻烦。就把之前的那个场景拿来重新改一下，成本很低。Zenki One 说：“这是之前那个战略游戏的场景。”对对对对对，那个 RPG 类型的。哟，人中之龙七代，就是那时候有玩，也是在横滨，风滨六王。其实里面的人物我都有一点把它混在一起，七代跟那个武村之龙。We underscore KT 说。地上都生菇，你也要捡。地上都生菇，一定要捡的。这种东西没在客气，好不好？哟西。Ayaka underscore Twitch 说：期待改成 RPG 了。了。对。おや、八神氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫。杉浦連れて飲み行ってんだろ。他也是有。他也是横滨流氓。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああでその発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだつくも、その生徒の自殺の件ってネットに出てないか。それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。 We underscore KT、うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。We underscore KT 说你的实况分类没选游戏卡吗？难怪观看人数这么少。ほとんどクレーマー没有了，本来观看人数就不多了。裁判は長引き。人中之龙已经这么多人在播了。今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。有时候人还多一点。そうなんだ。分成聊天。僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？何の音だ？レレレ。僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。何だって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますが、正確に表現しますと、街で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。十分すごいと思うが、使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。八神氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああそんなのあったな。確か、ユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、ハッキングしましたよ。あれを別にパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかを確認してあるのです。
このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。这台这台专门教坏小孩的、嗯、好的小孩是不会来看这一台，大家要当坏学生跟坏人。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな。そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ。探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め、依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー？ SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。感觉他戴红色 Google Glass 的感觉。そうやってこっちから売り込むわけか。99里面他的穿着里面最酷的就是他眼睛，其他就是糟糕。そこは先行投資と割り切る。横浜こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。まあそう思惑通りに行くかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速矢上氏のスマホでも使えるよう僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。这是接任务的 APP 吗？これでよしと。どうぞ。どれどれ。ん？なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ？ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序、エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む？ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。絞り込む？どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれるの？いえ、さすがにそこまでは。AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほらこのように、いろいろワードがあるな。絞り込む真的是、さて問題はここから。看到以后都觉得ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。わかった。事件の匂いがする。我每次看到这个脚脚过，以前看都觉得是他脚什么肉还是干嘛的。ちょっと事件の匂いが、就筛选。おほう、これは縮小範囲。では、このワードで絞り込んでみましょう。絞り込む。絞り込めたようですな。気の臭いワードが絞り込み。集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのか、自分自身の目で確認してもらう必要があります。超屌。在游戏里面看那个玩弄卡牌游戏，就会看到这个单字。记得就是要把脚烂了。猪肉摊的那台机，对对对对对。我每次都会想到脚猪，脚那个猪脚肉的那个机器。这样反而记单字记得更容易，莫名其妙的单字。日文真是有趣。よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏、少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。これは高性能な集音機です。
人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。看起来有点危险吧？へえ。在路边应该会被你抓住。このガジェットを使い、看起来像那么面子小。声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー。有効活用させてもらうよ。他にも探偵ガジェットはあるのですが、そうか、便利に。楽しみにしてる。We underscore KT 说简称助听器。助听器。好了，我先玩到这边好了。六点半左右，大家也可以去吃个饭休息。晚一点的话，如果有时间，我再继续来直播这个木村之龙。以后就叫木村之龙，真麻烦。对。哦，好累，现在先去抽根烟了。好。感谢今天的大家来收看哦，谢谢我们国健，我们 K 上啊，我们的小 P 金阿桑，还有我们南亚阿桑，其他的好朋友们，阿里阿多扎斯。那晚一点如果有空的话，这边再开直播，大家先去吃个东西休息。OK， 那我们就下个直播再见啦。OK， 好，拜拜，拜拜，我是卡里。